Music 2014台湾音乐季，哇哦，这可是 Animes Music 2012举办以来呢第二度来到台湾了。想当年啊，3000多位观众朋友嗨爆整个场馆的状况，到现在还是非常记忆犹新的。没错，也是因为各位呢，我们的动漫迷非常热情的支持，所以这一次主办单位更将场地移师到比较大的台大体育馆。哇，我们的声优歌手呢，也是阵容越来越华丽了呢。那还想这么多干嘛？直接进来去看看就知道了。Go。等一下啦，就跟你说这次的阵容那么华丽，我们当请这些歌手们跟大家打声招呼啊。哎，那就现在马上直接来进入我们独家直击的现场访问画面吧。动漫音乐粉丝看过来，还记得前年 Animes Music 2012台湾音乐季在台北 ATT 吸引了3000多名乐迷嗨翻全场的感动吗？这场获得全亚洲乐迷一致好评的大型音乐盛事再度登台演出喽！想要了解全面进化的 Animes Music 2014台湾有哪些比起上届更华丽、卡司更坚强的当红歌手演出，就让我们前进记者会现场听偶像们亲自为大家细说分明吧。井森鈴子です。私は台湾に来たのは初めてなんですけれども、すごく大きなステージで一人で何曲も歌うのも初めてなので、すごくもう今からドキドキしてるんですが、少しでもお客さんが私の歌でニコニコ楽しんで一緒にライブを盛り上げていただけたら嬉しいなと思って頑張ります。ニハオウメウォメンシーアンジュラ。私たちは台湾に来るのはなんと5回目です。はい、でもこちらのアニマックスミュージックス台湾は初めてなので、今回は私たちのベストアルバムのような選曲でライブをお届けして、みんなと盛り上がりたいと思います。よろしくお願いいたします。ですね、やっぱり個人的に自分の代表曲ですね、新旧取り揃えた代表曲と今日しかない、スーパーコラボを用意しておりますので、ぜひそちらも、楽しみにしてください。大家好，我是妹。台湾真的好久不见。前回も参加させていただきましたが、前回もとっても盛り上がったので、今日をさらに前回以上に楽しめることを楽しみにしています。很期待。ニーハオフリップサイドです。フリップサイドは台湾に来るのが初めてなんですけど、空港に着いてからとても台湾のファンの方にも熱い歓迎をしていただきましたので、ライブの方でも盛り上がるであろうレールガンの曲はもちろんなんですけども、台湾のファンの皆さんにも楽しんでもらえるような楽曲を持ってきましたので、皆さんで一緒に楽しみたいなと思っています。よろしくお願いします。こんにちは、北村絵里です。声優の北村絵里です。私は海外で、台湾で、ライブをするというのが自身人生初めてなので、非常に緊張はしていますが、自分にゆかりのある作品から、今日は楽曲持ってきてますので、楽しんでいただけるように精一杯頑張ろうと思います。よろしくお願いします。そうですね、やっぱりまずは嬉しいっていうのがあったのと、あとはその作家のですね、小田栄一郎先生がその新世界のスタートっていうのはすごく結構長くなるけど大丈夫ですか？すごく大事なスタートの部分だったんですね。その部分に13年前歌った We Are の僕をまた起用してくださったっていうスタッフの皆さんがすごく熱かったのが、すごく僕としては嬉しかったですね。はい、そのアンサーソングなので、 We Are と We Go っていうのはこの大事な時期にここできたっていうのがすごく嬉しかったです。同じスタッフで作詞も作曲も編曲も歌詞も一緒なんですよ。そこがなんか重要かなって思いました。はい、最も残ってる印象、結構ね、本当に僕が行ってるブラジルとか、いろんな国行ってるんですけど、かなり上位というか、すごく回数自分が行ってる国なんですね、の一つなんです。なので、あと何度も来てるので、すごく土地勘とか、あといつも来てくれるファンの方とか、すごくなんか知り合いがとか仲間が増えてくるのがすごく嬉しくて、
またこういう風に今日2年ぶりにちょっと来てるんですけど、やっぱり知ってる顔がこうポツポツポツとあると、なんかそこがすごくやっぱ嬉しいかなと思いますね。はい、嬉しいなとまずは思います。小籠包ももちろんなんですけど、私はタンユエンが大好きでお家でもよく作ります。タンユエン、タンユエンはい。であとはやっぱりとっても皆さんがいつも温かく迎えてくださるのがすごく嬉しくて、前回のワールドツアーでは台湾には来れなかったんですけど、次の、ワールドツアーでは6月に台湾にも来ることが決定しているので、その時にも皆さんに会えることを楽しみにしています。で来るのはですね、4回目なんですが、昨年ワンマンライブで初めて台湾で公演した時にびっくりしたのが、皆さんが、お客さんが一緒に歌ってって言って歌ってくれる場合はあるんですけれど、一緒に歌ってって言っていないのに曲の最初からずっと一緒に歌ってくれたんですそれには本当に驚きましたし、日本では結構皆さん、日本はシャイな方が多いのでそういうことはあまりないんですが、台湾の方のこうすごく心を開いてライブに臨んでくれる、気持ちがすごく温かくて熱くて私は大好きで、すごく印象に残っています。そうですね、昨日の夕方少しお散歩したんですけど、なんか街の雰囲気とか人の雰囲気とかがすごく日本に似ているなと思っていて、なんかまだそんなにいろんな国行ったわけじゃないんですけど、なんか他の海外と比べたらすごく日本人に本当近い人たちがたくさん歩いてて、なんかすごくなんでしょう、ホッとするそんな街だなって思いました。あと夜ご飯に食べた小籠包がとっても美味しくて、もう夢にも小籠包が出てきちゃったぐらい、もう今すぐまたまたもう今すぐもう肉汁を飲みたいですね。はい现在你应该相信用梦幻组合四个字来形容本届现场的众家歌手们一点也不为过了吧。